ただの敗者。顔を知っている人間の名前を書くと、書かれた人間が死ぬノートだと言ったのを聞いています。真のエルを継ぐ者とでも言っておきましょう。どうやら警察庁長官が何者かに誘拐されたようです。聞こえるか、こちら本部、指令を伝える。だいぶキラが絞り込めます。それともこの件には全く関係ないのか。院に写真を残していくなんて。では滝村を殺したのは誘拐犯ではなくキラだと。その線もあると言っているだけです。そうだったらキラは日本警察の情報を得ていたことになる。二代目Lはじめまして。そして私が SPK の中心にいる。そうですね、Nです。この事件はキラ逮捕につながる可能性を秘めていると私は考えているので、全面的に協力したいと思います。わかりました。ロスにできる限りの捜査員を。事件の詳細は言わずに集め、ロス全域を衛星カメラで見張らせ。いや、だからいいんじゃないですか。あくまでノートを取ること、キラを捕まえることです。 L です。 N を。おい、地下か。これは面白いですね。ミサイルは人気のないところに落とせば、回収もそう難しいことではない。今頃はノートを手にしているはず。そうしたらまず何をするか分かりきっている。エル、あなたたちは何もできずにミスミスノートを渡してしまった。いえ、あそこまで用意されていては誰がやっても奪われていたでしょう。私には犯人の心当たりが全くないわけではありません。メロは私とゲームをしているんだと思います。どちらが早くラスボスのキラを捕まえるか。キラと日本捜査本部はグル、二代目エル。捜査というのは決めつけてかかり、間違っていたらごめんなさいでいいんです。国としてキラを捕まえる行動は取らないということだ。ラジコ隊がキラを認めていいわけがない。我々の目的はキラを捕まえること。今メロを殺すことは何のプラスにもなりません。メロがいろいろやってくれたおかげでだいぶキラが絞れました。メロ、私を撃ちたければ撃ってください。競争ですね。嘘のルール。それと一番気にかかっている点はノートに書いてあるルール。その中に嘘があるということです。そこに死神がいるんです。だいたい分かってきました。私がメロの名前をノートに書く。13日のルールを検証することはキラ捜査のプラスになってもマイナスになることはないはずです。私が身をもってやらせてもらいます。日本捜査本部の皆さん、今までに一度でもそこにいる二代目Lがキラだと考えたことはありませんか。Lそれとも SPK は一般人にありかを知られるようなシステムしか取れていなかったのか。こいつ、しらじらと。他にもキラを追う組織は存在しているのに、私があなたを疑い始めた途端の襲撃です。タイミング良すぎですよ。自分が楽しければいい。自己中です。今なら堂々と正面から出られます。先日お伝えした番号も回復しましたので、いつでもお電話ください。二人、キラも大したものだ。キラは監禁を利用して自分を無実にした。で、誰なんです、その容疑者二人は。貴重なお話ありがとうございました。特に名前が見えるという死神の目については初耳。もっと追及しなくて。八神次長とキラの容疑をかけられた者は親子で、よって
ここまで来れば私も日本か。レスター指揮官。はい。一度ニューヨークに戻ってきてもらえますか。一度。いえ。ではなぜ私がニューヨークへ。私は一人で飛行機に乗る手続き等をしたことがありません。一度戻ってもらい、一緒に日本へ。分かった。今日本にいますですよね。今キラを追う捜査をするなら NHN 高田清美から探っていくのが定石では、高田アナにキラをおびき寄せるためです。返り討ちにしてみせます。私は日本にいます。ならば近いうちに顔を合わせることになるかもしれませんね。その時はよろしくお願いします。その時キラとの決着を。そしてキラ、そしてもう一人で、キラに勝つ方法ですが、大まかに二つあると思います。まず一つ目は、Lキラ、Xキラを殺してしまいノートを没収する。そうです、人を殺しておいて裁きが止まったからという事後承諾的なやり方は、私やエルのやり方ではない。エルが浮かばれません。エルが次のものに託した意味がない。もし自分が X キラを選ぶとした、キラの存在、高田が選ばれたのは高田がキラ崇拝者だったから。 X キラは高田がキラ崇拝者だと知っていたもの、高田の身近、親密な関係にあったもの。今生きる全ての人間とします。行動していくことが必要と考えています。エル・キラは八神キラとデメ川の暴走を止める、三上エルジ・ドクター高田清美を独自に殺したこと、必要全ての筋は通る。いえ、三上が X キラの可能性は高い。十分に注意し、このことから言えるのは、高田天音は八神ライトのトリコ、そう簡単には裏切らない。いや、意のままに動かせる。とにかくまずはより三上に近づかねばなりません。死神の存在です。死神に尾行がバレれば三上に教えると考えなければなりません。口元を映像に撮りました。足元の紙くずに反応したようです。今ふとため息を。それ以来死神は三上についていない、なるほど。ミスター相沢、お久しぶりです。そして初めまして。ミスター相沢、はっきり言います、あなた方はもう蚊帳の外なんです。そして見届けてください、キラの最後。念のためになんならつなぎますよ。どうぞ。第二のキラだった可能性のあるアマネはとりあえず排除しておく。八神ライト、この行動の意味は分かっているはず。では今度の月曜31日も行くと考えていいでしょう。はい、元旦に行くやつです。大晦日だって行くに決まってますよ。31日にジムでノートに触ることは可能ですか。レスター指揮官、ミスターモギにつないでください。ミスターモギ、ノートのルールでは死の前の行動を操れるのはどれくらいですか。24日後にジェバンニが生きていたらとしました。筆跡も三上の検事としての長所といって、これならいけます。では始めましょう。まず互いの捜査員が全員その場に揃うこと、つまりそこに今キラを追っている全ての者が集まる。どうだ八神ライト、これならお前のやろうとしていることも可能だろう。もう一つ、皆さんがそこを出払ってしまったら
ノートを見張る者がいなくなるからです。三上が裁きをするのは0時過ぎ、おそらく朝には裁く者の予告。動く時間を考えれば3日後、28日午後1時でどうでしょう。護衛をつけていながら申し訳ありません。エル。はい。ではあさって28日にレスター指揮官リドナー、ジェバンニ、アマネですが解放しました。電話して確認を。持たせるのはミスター相沢でいいんですか。え、現在キラに代わって裁きをしている X キラ、ノートを持って必ず来ます。そして私の顔を見て名前を書く。大丈夫です、死にます。ノートに細工しました。ただニア、お前にも勝つチャンスはあった。お前は甘い、エルに遥かに劣る。なぜあなたの書いたんですかに素直に書きましたと答えるんでしょう。名前を書いたのならもう怖くないでしょう。どうぞ中へ。35、36。だから死にませんと何度も言ったはずです。レスター、ジェバンニ、ニカ、ジェバンニ、ノート。決まりです。ノートに細工したから死にませんと言ったじゃないですか。キラ、あなたの負けです。店の方は一部分でしたが、本物の方は。これが本物のノートです。この本物のノートに触っていたかい。死神さん、はじめまして、ニアです。それでどれだけ殺し我々は欺いてきたのか。八神ライト、あなたがキラです。メロのおかげです。これをよく見てください。メロは分かっていたんだ。しかし二人ならエルに並べる。二人ならエルを越せる。言い逃れられるのなら言い逃れてみてください。ならばどうする。あなたはただの人殺しです。あなたは死神やノートの力に負け、ただそれだけの。ニア、今度はハッタリか。どうせキラを倒すなら。あの傷ではどうせ遠くへも行けない。放っておいても身動きは止まります。わかりました、お任せします。